トゥルルル、トゥルルル、トゥルルル、トゥルルル。非通知の電話ね。いつもは無視するんだけど、今日はなんだか出た方がいい気がするわ。はい、もしもし、四国メタンです。お母さん。ひまちゃん？ひまちゃんなのね。あなたどうしてるの？今どこにいるの？お母さん、元気にしてた？元気なわけないでしょ。一人娘が突然家出して、2年間も音信不通で、心配で、心配で、体重が50グラムも減ったわ。そう、ごめんね。ねえ、ひまちゃん、あなたこそ元気にしてるの？住むところは？ご飯は？お金は足りてるの？お金は、大丈夫。本当に？いいのよ、お金が足りなかったら相談してくれて。うん。そういう電話じゃないから。まだ風俗で働いてるの？うん、前のお店じゃないけど。辛くないの？辛いこともあるけど。辞められない理由があるの？うん。またホストに通ってるの？うん、どうしても辞められなくて。そうなの。ただお母さんもお父さんももう怒ってないし、今更お説教するつもりはありません。私たちの願いはただ一つ。あなたが元気に幸せに生きていてくれることよ。それだけです。お母さん。ねえ、ひまちゃん、一度帰ってきてくれないかしら。お父さんもお母さんもあなたに会いたいのよ。うん。もし一緒に住むのが嫌なら、少しの間顔を見せてくれるだけでもいいの。あなたの生きている姿を見て安心したいわ。うん。ひまちゃんがいなくなってからお母さんも反省したの。今まであなたのことを理解しようとせず、一方的に押し付けてばかりだったなって。あなたの幸せはあなたのものなのに、自分の価値観と一致しないことにいちいち腹を立てて、設計通りに動かないおもちゃのように強制しようとばかりしていた。それを愛情だと勘違いして、ぐすん、ぐ、ぐ、私は全くあなたを愛してあげられていなかった。お母さん。うぐうぐ、一番近くにいたのに、あなたにとってたった一人の母親なのに。しくしく、母親失格です。ごめんなさい。えぐえぐ、本当にごめんなさい。お母さん、今日はありがとう。最後に声を聞けて嬉しかったよ。最後？最後ってどういうこと？お母さん、私の人生は私が自分の意思で決めた人生だから、自分をあんまり責めないでね。元気に長生きしてね。お父さんにもよろしくね。ひまちゃん、ちょっと、どういうこと？最後のお別れみたいじゃないの。さようなら。31年間、ありがとう。ガチャン。ひまちゃん？ひまちゃん？スー、スー、スー、スー。ひまちゃん、はぁ。